フルトンがアウトボクシングに徹した場合、井上尚弥がポイントを稼ぐのが難しいのでは。そうですね、どうなんでしょう。一応記者会見で井上尚弥も勝ちに徹するっていうことを言ってたので、それはねどういう意味なんでしょうまあ最終的にラウンドを全て勝つっていうプランで入れば、まあそれをね7ラウンドできれば勝つということになるんで、まあ、井上尚弥も結局フルトンを KO するのが難しいっていうのを分かってるから、ちょっとねそのやっぱりアウトボクシングでポイントで勝つ選手 KO するの本当に難しいんで、井上尚弥もそのパワーに頼らずポイントを稼ぐようなゲームプランで来ると思うんですよ。だからどうにかして井上尚弥はポイントを取んないといけないで、そうですね、ポイントを取んないといけないです、はい、フルトンのアウトボクシングに対して。そこがねどういうゲームプランで入ってくるのか、どういう試合展開になるのかが超楽しみです会見見た感じだと本人は判定勝ちは簡単だと思ってるんじゃないかな、パワーもスピードも勝ってると言ってたし、まあ井上尚弥のことですよね。井上尚弥が判定勝ちが簡単だと思ってる、いやそれはないと思います。誰もフルトンに簡単に勝てると思ってないと思いますよ。うん、でもパワーとスピードは上回ってることは それは言ってましたよね。スピードはその一瞬のスピードっていう話だったので、ね、あのスピードにもいろんな種類があることで、そのここからここに行くぞっていうその一瞬のスピードで井上尚弥は、有利、うん、ただフルトンになるとその動きが止まんないから、でその動くスピードが1ラウンドから12ラウンドまで変わらないので、それは結構厄介ですよ。まあでスピードが落ちないっていう理由はかなりうまくスタミナを使ってるっていうことです。うん、いやどうなんでしょうね、井上尚弥もすごいスタミナ持ってると思いますけど、フルトンみたいなボクサーともねそういう試合見てきてないから、まあ本当に楽しみですね